次は友野一希が 82.50 点で首位発進世界選手権へ、サルコーの苦手意識払拭課題に。フィギュアスケート国体29日青森フラット八戸青年男子ショートプログラム SP3 月の世界選手権代表埼玉スーパーアリーナの友野一希、大阪上野芝スケートクラブが 82.50 点で首位発進した。今年初戦、中盤の4回転サルコーでの転倒にサルコーがちょっと上がりきれなくて崩れて、こけるかこけないかという練習が多かったので、それが出たなとと振り返った。苦手意識の払拭、払拭が当面の課題となる。フリーだと1呼吸置いてからいけるので結構自信はあるんですけど、とジャンプに入るまでの間の違いが大きいという。今後は世界選手権まで2回の試合形式での演技を予定し、2月はしっかり詰めて1回1呼吸置いて3月また詰め直したいなというのがありますと調整を進める。友野一希 SP 点で首位発進35歳、織田信成と大阪代表負けてられない冬季国体。フィギュアスケート冬季国体第2日28日青森フラット八戸青年男子のショートプログラム SP が行われ、友野一希大阪上野芝は 82.50 点で首位発進した。冒頭に4回転2回転の連続トーループを成功、続けて4回転サルコーはミスになったが、演技後半のトリプルアクセル3回転半ジャンプは確実に決め切った。演技後は昨年12月の全日本終わってからトーループの感覚が良くなって楽しく練習していたが、サルコーが SP は練習通り、サルコーが上がりきれず崩れてこけるかこけないかみたいな練習が多かったので、それが出たと振り返った。今大会は大阪府代表として昨年に現役復帰した35歳の織田信成と同じチームで戦う。友野も今の日本男子フィギュア界では年上になってきたが、大先輩からまだまだ動けるよと声をかけられたといい、その通りだなと思いました。織田に負けてられないと思いますと力を込めた。30日のフリーに向けては、フリーは好調、頑張りたいと意気込んだ。世界選手権代表の友野一希が首位発進、2位に山本颯太35歳、織田信成は12位。冬季国体青年男子 SP 国体冬季大会フィギュアスケート29日フラット八戸青年男子ショートプログラム SP が行われ、3月の世界選手権埼玉代表の友野一希、大阪上野芝生が 82.50 点で首位発進した。冒頭の4回転トーループ2回転トーループはしっかりと着氷、続く4回転サルコーは転倒に終わり、 SP のサルコーは苦手意識がある、フリーは気負わず世界選手権につながる演技をと話した。同代表の山本颯太愛知中京大は 82.12 点で2位。後半のトリプルアクセルが1回転になり悔しい、明日また全力をぶつけられたらと話した。佐藤駿埼玉明大は冒頭で4回転フリップに挑むも決めきれず 77.92 点で4位。9年ぶりに現役復帰した2010年バンクーバー五輪代表の織田信成35、大阪区はトリプルアクセルで転倒するなど得点が伸びず 62.57 点で12位につけた。友野一希大阪上野芝生が 82.50 点で首位発進した。冒頭の4回転トーループ2回転トーループはしっかりと着氷、続く4回転サルコーは転倒に終わり、 SP のサルコーは苦手意識がある、フリーは気負わず世界選手権につながる演技をと話した。同代表の山本颯太愛知中京大は 82.12 点で2位。後半のトリプルアクセルが1回転になり悔しい、明日また全力をぶつけられたらと話した。佐藤駿埼玉明大は冒頭で4回転フリップに挑むも決めきれず 77.92 点で4位。9年ぶりに現役復帰した2010年バンクーバー五輪代表の織田信成35、大阪区はトリプルアクセルで転倒するなど得点が伸びず 62.57 点で12位につけた。
友野一樹が首位発進八戸国体フィギュア青年男子 SP 国民体育大会冬季大会スケートアイスホッケー競技会は29日青森県八戸市のフラット八戸でフィギュアスケート青年男子のショートプログラム SP が行われ、3月の世界選手権代表の友野一樹選手、大阪上野芝生が 82.50 点で首位発進した。同じく世界選手権代表の山本颯太選手、愛知中京大は 82.12 点で2位、森口清志選手、京都同志社大が 79.39 点で3位だった。フリーは30日に行われる。